生後3ヶ月のニホンザル、タクマ。この子はまだ小さな小さな赤ちゃんです。タクマには今母親の存在は欠かせません。そして何よりこの時期健やかに成長するのには母乳が必要です。しかしなぜかこの子のそばに母親の姿はありません。そう、タクマは母親とはぐれた赤ちゃんザルなのです。ニホンザルは群れをなして暮らす動物です。サルたちは仲間意識が大変強く、常に互いに寄り添いながら生きています。しかしタクマの周りには誰もいません。いつも一人ぼっちの小さなタクマ、もう何日も母親のおっぱいを飲んでいません。果たしてこの小さな命はこの群れの中で生き延びていけるのでしょうか。大分県大分市にある高崎山、ここでは現在1290頭の猿が2つの群れに分かれて暮らしています。群れは交代で餌場に現れ、食欲を満たすとまた山の中へ帰って行きます。高崎山の餌付けは近隣の畑への被害を食い止めるために始められました。しかし餌付けといっても餌がまかれた瞬間から過酷な生存競争が始まります。なんとか餌を確保しようといつの間にか大人のオスザルの横に来てしまったタクマ、たちまち群れ社会の洗礼を受けてしまいました。しかし今のタクマを心から満足させるものは小麦の餌ではありません。それは母乳です。そして今のタクマが一番欲しているもの、それは何物にも代えがたい母親のぬくもりに他なりません。一人ぼっちのタクマに若いメスザルが近づき抱え込みました。このメスザルがタクマの母親代わりを務めてくれるのでしょうか。残念ながらそれは不可能なことなのです。なぜならこのメスザルはまだ未婚、タクマが最も必要としている母乳を与えることができないのです。なんとも奇妙な仕草で抱擁するメスザル、これも経験の未熟さゆえなのでしょうか。タクマもさすがに居心地が悪いのか、このメスザルの元から逃げるようにして去って行きました。高崎山名物芋取り合戦が始まりました。小麦の餌は1日に何度もまかれますが、芋が配られるのは1回だけ。それだけにどの猿も必死、まさに目の色を変えて芋に群がります。タクマも果敢に戦いに挑みますが、百戦錬磨の強者たちにかなうはずもありません。勝負はあっという間につきました。勝利したものは戦利品に5万円。しかしタクマが手にしたのは小さな芋のかけらだけ。厳しい現実が突きつけられます。その直後のことです。タクマが見知らぬメスザルに猛然と走り寄り、背中に飛び乗ったのです。空腹感と母親恋しさから出たとっさの行動なのでしょうか。突然の行動にメスザルも戸惑いを隠せません。そそくさと去って行きました。置き去りにされたタクマが悲痛な声で泣き叫びます。母のもとへ届けとばかりに。やがて群れの交代の時間が来ました。餌場の裏手にある山から別の群れが押し寄せてきたのです。タクマが本来いるべき群れの猿たちが山に引き上げて行きます。しかしこの中にタクマの姿はありません。タクマを一緒に連れてってくれる猿が一頭もいなかったからです。餌場に残されてしまったタクマ、彼は今自分がいるべきではない群れの中に身を置いています。そこへ一頭の若いオスザルが近づいてきました。
どうやら幸いにも仲間として受け入れてくれたようです。自分に優しくしてくれたと思ったタクマは若いオスにすがるように身を寄せました。つかの間のぬくもりを求めるかのように。しかしこの行為に戸惑いを覚えた若いオスは振り切るようにしてタクマの元から離れていったのです。やはりこの群れの中でもタクマは自分の居場所を見つけられないのでしょうか。結局タクマは再び自分だけの世界に閉じこもってしまいました。そんなタクマを受け入れたのは今度も若いメスザルでした。早速入念な毛繕いを始めた若いメスザル。これでタクマもようやくホッとできると思った矢先のことです。突然若いメスザルが態度を表現。抱いていたタクマを強引に振り落としたのです。予期せぬ出来事に驚くタクマ。安住の地はなかなか見つかりません。捨てる神あれば拾う神あり。痛めつけられたタクマに別の若い未婚のメスザルが救いの手を差し伸べに来ました。不安を覚えつつも身を委ねるタクマ。高崎山に夕闇の気配が漂い始めました。群れが山に帰る時間が近づいてきたのです。この未婚のメスザルの背中に乗ってタクマは深い山の中のねぐらへと向かいました。まもなく長い寒い夜が訪れます。母乳なしで過ごさねばならない辛く厳しい夜が。翌日は朝から小雨が降っていました。冷たい冷たい雨でした。群れが山から餌場に降りてきました。果たしてこの寒い雨の中を十分な栄養も取らずにタクマは生き延びることができたのでしょうか。タクマの様子が気遣われます。餌場の外れにある石段でタクマが変わり果てた姿で発見されました。明らかに瀕死の状態です。もはや手をこまねいている場合ではありません。スタッフが直ちにタクマを保護しました。本来高崎山の猿は餌付け以外は野生の状態にしておくべきもの。しかし生死に関わる状態の場合は例外的措置が施されるのです。よし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 。しっかりと足に挟み込まれた小枝。おそらく何らかの理由で木から落ちた時に怪我したものと考えられます。すぐさま傷の手当てが行われました。そして温かいミルク。衰弱した体を少しでも回復させるためです。よし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 、うん、スタッフの熱い思いが通じたのかタクマは少しずつミルクを口に含むようになりました。おお。さっきまで全然違いますね。全然違うな。おお、元気になった元気になった。よし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 。目がしっかり、目がしっかりな。この小さな体にまだ生きようという力が残されていたのです。そのタクマに温かい寝床が用意されました。あとは静かに体を休ませること。回復を祈りながらスタッフがタクマを床につかせました。瀕死の状態で保護されたタクマ。しかし高崎山のスタッフの献身的な手当てが功を奏したのか驚異的な回復を見せたのです。はい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 、元気になった元気になった元気になった。翌朝スタッ
タッフはタクマを餌場に放すことにしました。あまり長い時間群れから放すと人間の匂いがついてますます群れの中に溶け込みにくくなります。一刻も早いリリースが望まれるのです。タクマが解き放たれたのは彼が本来いるべき群れ。しかしすでに人間の匂いがついてしまったのでしょうか。まるでタクマを避けるかのように誰も近づいてきません。体は回復してもタクマの寂しさは募るばかり。一人ぼっちの時間がいつ果てるともなく続いてゆきます。追い打ちをかけるかのように木枯らしが吹きすさびます。いつしかタクマはストーブのそばで暖を取ることを覚えました。次々とタクマを襲う試練の数々。それでも生きていくためにはめげてばかりもいられません。餌の時間が来ると小さな体に鞭打って怒涛の集団の中に立ち向かって行きます。生きることは食べること。必死で小麦の餌を追い求めるタクマ。小さな命に宿る生き抜こうとする強い意志。タクマは信じているに違いありません。いつか母親と巡り会える日が来ることを。しかし食事が終わると再びストーブの横に戻るしかないタクマ。いつの間にか人間の匂いにも薄らいだのでしょうか。タクマのそばに他の猿が寄ってくるようになりました。群れの一員と認知され始めたのかもしれません。そんなタクマのところに同年代の子猿たちが近寄ってきました。屈託のない子供たち。その中に身を置いているとタクマもすっかり群れに溶け込んだかのように見えます。しかし心休まる穏やかな時間はそういつまでも続くわけではありません。今日も群れが山へ帰る時間になったのです。タクマと一緒にいた子供たちも母親の元に戻り、徐々に猿の姿が餌場から消えてゆきます。最後に残されたのはタクマだけ。誰も山へ連れて帰ってくれなかったのです。タクマの叫び声に応える者は誰もいません。それでもなお諦めきれないのか必死で仲間を探し求めるタクマ。タクマの悲しい叫び声が虚しく高崎山の森に吸い込まれてゆきます。群れなくしては生きてゆけないニホンザルの子供。結局この日もスタッフがタクマを保護せざるを得なくなりました。やはりこの子に一番必要なのは母親の存在以外ありえません。でもそれは叶わぬ願いなのでしょうか。翌日タクマに思いもよらぬ出来事が起こりました。一頭のメスザルがタクマに強い関心を示したのです。試しにスタッフがタクマを構ってみせると激しい怒りをあらわにするではありませんか。このメスザル明らかにタクマに強い共感を感じているようです。スタッフがさらにタクマに干渉してみせます。これはメスザルのタクマへの関心を高めるための行為です。この行為が決め手になりました。ついにメスザルはタクマを背中に乗せたのです。メスザルの名前はテンテン。テンテンは今年出産をしていますが子供とは死に別れてしまったのです。そのためテンテンのお乳は今も張っています。今タクマに最も必要なものを備えたメスザルが突然現れたのです。あとは両者の結びつきが深まるのを待つばかり。
この日テンテンはタクマと一緒に山へ帰りました。どうやらタクマはテンテンの温かな胸の中で久しぶりに穏やかな夜を過ごせそうです。翌朝餌場に現れた時、タクマはテンテンのお乳をしっかりと吸っていました。固い絆で結ばれた母と子のように、いつしかタクマは気持ちよさそうにうたた寝を始めていました。